おい霊夢、なんで2週連続で表情が死んでるんだよ。トラウマ。トラウマ？学校。学校？マリサ、私の話聞いてくれる？はぁ、今日も学校か。はぁ、今日も学校か。朝から嫌すぎる。出席取るよ。まずは白霊さん。はい、元気ねえな。もっと声出せ声。は、はい。これが私が小学生時代に抱えることになるありとあらゆるトラウマの元凶。知らぬい先生よ。見る感じ冒頭からちょっとスパルタの匂いがピンピンしてんな。だろ、これがきっついきっつい先生だったんだよ。それじゃあ皆さん、ごちそうさまでした。あれ、霧雨さん鶏肉だけ残してるじゃない？お残しは許しません。食べるまでうちには返さねえからな。ごめんなさい、鶏肉の皮がどうしても苦手で、食べると戻しちゃうんです。給食センターの方たちが一生懸命作ってくれた給食が食べれないっていうの。アフリカの子供たちはお前の嫌いな鶏の皮よりずっとまずいご飯にすらありつけなくて、何人も死んでるんだよ。それを、どうしても鶏の皮が苦手で戻しちゃうんです。って、正気か。てめえの味覚がいっちゃってるのを給食のせいにしないでくれる。じゃあ、ということで鶏肉全部食べ終わるまでここで見張ってるから、早く食べちゃいなさい。いやマジでこの線香いかれてるだろ。給食で食べきれなかっただけでここまで言う。食べきれなくても残すだけでいいのになんで食べるまで見張り？いや、普通によく見る光景じゃねえか。よく見るからこそ問題なのよ。そんなことしても無駄にトラウマを植え付けるだけじゃねえか。おかげで未だに皮付きの鶏肉が食えねえよ。この指導法は今すぐやめるべきだね。ということで、いじめられてる人がいたらみんなで助けて、いじめはやめて、って言ってあげようね。もしこの中にいじめを受けてる人がいたら、遠慮せず先生に言うんだよ。実はこの時、私は結構陰湿ないじめを受けてたんだよね。どんなの？ SNS で私にも見える状態でものすごい悪口をたくさん書かれたりしたんだ。大変だったんだね。それでね、この先生のいじめへの対応がひどかったのよ。はぁ、今日も学校きつかったな。今日もみんなツイッターしてんな。ちょっとツイート更新してみるか。どこぞの赤いやつ、クソーゼーから早くくたばってくんねえかな。誰とは言わんけど、笑え。って何これ？これ明らかに私への悪口じゃん。フランのやつまたかよ。私フランに何かした。白霊さん、最近少し元気がないわね。実は、SNS 上でいじめられてて。誰にやられたの？フランと、レミリアとかそこら辺にずっと悪口ツイートされてます。わかったわ。教えてくれてありがとう。お前ら、人の悪口なんか言える立場なのかよ。タイムラインに悪口が書かれてたらどれだけ傷つくと思ってんだよ。反省してんのかよ。はい、なら今すぐ霧雨さん見つけて謝ってこい。土下座するんだぞ。お前らの親にも電話するから。あのクソ野郎、なんで先行に作りやがったんだよ。ほんまクソ、あいつがバカなのが悪いのに。おいクソ野郎。は、てめえ先行にツイッターのツイート作っただろ。なんでバレてるの？いやー、これは本当にダメ教師でしたよ。そりゃいきなりいじめの批判に説教したらこうなるでしょ。もっと周りの人から話聞いてくとかして慎重に捜査してから検討つけてくべきでしょ。それで多分知らぬい先生は霧雨さんから聞きましたよ、とか言ったんだろうけど、マジで私が報告したっていう必要性全くないもんね。いや、でもいじめっ子の性格見る限り先生がどう立ち回ってもこういう結果になりそうだが。あ、もう授業の時間か。先生いつになったら授業来るねん。これマジでクソ、授業のチャイム鳴ってみんな着席してるのに肝心の先生が授業に遅刻してくる。知らぬい先生はこれの常習犯だった。職員室で作業してから授業しに来るやつだな。子供にルールは守れっていうくせになんで先生がルールを守れねえんだよ。職員室での作業くらい授業終わってからやれや。金もらって仕事してるんやろが。でも教師って忙しいし仕方ないと思うけどな。は、初めて一人で服屋さんに買い物に行く。緊張するな。あれ、もしかしてあの人って、知らぬい先生こんにちは。挨拶しただけなのにこんな冷たくすることってある？子供をクズとしか思ってない何よりの証拠だね。そこまでじゃないだろ。何かよほど機嫌悪かったんじゃないの？機嫌悪くても気を使うのが大人だろ。この時のトラウマのせいでラーメン屋で食器返すとき挨拶できなくなったわ。それお前がコミュ障なだけだろ。言っとくが、最後が一番ひどい。もうこれは擁護しようがないし人権問題にすらなるぞ。そんなにかよ。それはプールの授業での出来事。今日はプールか。でも今日生理だから出れない日なんだよね。見学してる人はグラウンド中収集してきなさい。は、なんで生理中なのにこんなきつい運動させられるの？これマジでやばいだろ。生理期なんてただでさえ激痛で辛いのに、その中で激しい運動をさせるとか正気の沙汰じゃねえわ。でも結局何かしらしないと女子は生理を口実にサボり放題になっちゃうからな。嘘ついて休む奴のために本当に生理な人まで辛い思いしなきゃいけないのはおかしいだろ。結局私は走り終わった後ゲロ吐いて、また落ちまみれにしたよ。またないけど。